日坂昌乳穴神社は、岡山県新見市、豊長赤馬にある神社、大ホラー穴と呼ばれる日坂昌乳穴を、御神体としている。神仏分離まで、別当時として、当神社を管理していた、新言州三尾寺の縁起によると、神器4年に、狂気がこの地を訪れて三尾寺を創建し、大道2年に、工房大師が中興した際に、三門の陳守として、 イザなぎのイザなみのの神を勘定し、元宮山頂に姫坂昌入穴神社として祀ったとされる。一説によるとそれよりも以前、天平昌法2年、大洞穴の頂上の本宮というところに、非番大明神が祀られており、一方で三人勘定を姫坂明神としていたのを、この時行基が合祀したものが姫坂昌入穴神社ともされる。その後、 さらに五十五社の商社を合資した。伝承によると、その後、山頂から現在の社地へ遷座し、以後社名を、姫宮と略称して比喩の文字を当てるようになったと、される。元禄十四年の三尾寺の工場書には、日万大明神、海英二年再建の石鳥居の額には、日、喩、文化十二年建築の本殿の額には、日坂神社とある。本宮山頂に、 現在もある少子は、奥宮と呼ばれ、父の神様として、父の出ない女性で信仰するものが多かったが、これは、父のつく社号と道内の席順が乳房さに似ている、ことから立った信仰と言われる。後方4年に施行された演劇式の新名帳には、備中の18社の中に、姫坂昌入穴神社として記載されている。明治5年に尊社となったが、その後、 明治43年に、スケブセの尊社や幡神社及び、無角社十二社を講し、基本金の造成や、社殿の造改築を進めて、昭和五年には、県社に昇格した。前述のように当初は、イザナギのイザナミのの神を勘定して祀っており、明治七年の式内二十二社名最長でもその旨が確認できるが、昭和二十七年の神社名最初では、 祭神大名鞭の命、廃氏本田別名、須佐農村、木光彦,彦の命、大玉命、丘の御玉の命、受け持ちの命、大日霊命、串名玉命、豊玉彦命、二荷の命とあり、賢者への昇格運動の際に祭人の変更があったと考えられている。主要な祭りは以下の三つであり、年間の祭りの世話、 福物の準備等をする二組の当番が3月3日に、宇治この中から決められる。それぞれ、雪当番、または春あたり、月当番、または秋あたりという。当番にあたるとそれぞれ屋敷内の正常な場所に仮殿を作って、午前大臣を勘定する。古くは、当番は屋根替えや葬式への参列、退避など不条なものの持ち運びを避けることもしていた。周期例祭は、 11月11日にも要される。この際には、真庭市下穴江の八幡神社と共に、同志上穴江の秋の宮への御しを奉じてのお渡しが行われ、これは日坂小入穴が下江にある、諏訪の穴に通じているという伝承との関連が考えられている。古くは他に、真庭市阿久地の悪久地神社もお渡しに加わっていた。この日は両者揃って、祝を創上し、 神事が終わるとそれぞれうじこの村々をめぐって観光する。おたうえ祭りは由来は定かでないが、約600年の伝統があるとされ、昭和53年11月8日には、新見市の重要無形民俗文化財に指定された。6月11日に、拝殿前で行われる。本社での神事の後、境内に締め縄を張り、そこを神田に見立てて行う。まず、雪当番と、 隙刀番がそれぞれ獅子頭を牛に見立てて、隙を引かせ、縄城を作り、神主は舞を舞い、もみ巻きの所作をする。次に、杉の葉を笛に見立てて苗取りの式を行い、再び獅子を使って大柿をし、その後、お田植えと称して、杉の葉で田植えの所作をし、その葉を前後に控えるうじ子へ投げ与える。うじ子は争ってこの葉を拾い、持ち帰って、田畑に立て放場を祈る。 おへら焼きとも震災は古い祭りの形態を残しており、旧暦11月11日に月当番が、翌年旧暦1月11日に雪当番が行う。おへら焼きは甘酒で練った米粉に干し柿を咲いて混ぜ込んだ生地を牛くわの鉄製のへらで焼いて作られる餅である。これは祭りの前日に作られ、食べると横島正さん、病気平癒の霊言があると言われる。 例として、毎日新聞が取材に訪れた。平成20年には、栃尾地区の12個が、おへら焼き作りを務め、米40キロ、甘酒25キロ、干し柿240個を使用した。作られた餅は、慣例通り、翌日に、同神社に備えてお祓いを受け、約300件のう治小宅に配られている。本殿は、文化12年の混流で、 備中地方に多く見られる様式の東派不交配付き入りもや作り、ひわだぶきである。廃殿は昭和61年に鉄筋コンクリート造りのものに改築された。神楽殿は法営4年の建築である。随心門は文化14年の建築であり、山道の石像の鳥居は火営2年に再建された2代目のものである。ありがとうございます。